はい、皆さんこんにちは、ポタです。僕は今近鉄名古屋駅に来ておりますけれども、今回この動画は名古屋から八甲島まで近鉄特急に乗ってきたという動画でお越しいただきたいと思います。すでに今停車している電車がこの八甲島駅ということで、もうすぐ発車するということで急いで車内に行きたいと思います。昨日の動画では日本で一番速い私鉄特急の最速を持ってきたという動画をお送りしましたが、今回はこちらの八甲島行きの特急に乗っていきたいと思います。今回はこのビスタカーで八甲島まで乗っていくわけなんですけども、中間車に2階建て車両ということですね。もうすぐ発車するということなので急いで車内に行きましょう。ビスタ EX 3号車の座席を取りましたので車内に入っていきましょう。今回は7番 A 席ということでここですね。出口がすぐ近くにあるということで、では座っていきましょう。ビスタ EX っていうのは正式の車両というのは3万系の車両が使用されているということで、2階席の出入り口っていうのは真ん中の位置が扉になっているんですかね。で、1階席がレクター席で、下の階がグループ専用席になっているというのはちょっとね、空いているということで、ちょっとだけこんな感じですね。こちらの場合は3人以上にならないとこの席には使用はできない形になっておりますね。こんな感じでラッカーが持っておりますね。なんか前まではスペイン側のキャラクターが持っていましたけども、今はこんな感じでキャンペーンとかやってるんですね。映画にもビスタ EX が出ますという報告があります。ぜひ見たい方はこの映画を見ていかがでしょうか。1階席が手洗い個人便所になっております。繋がっているということで、せっかくなので、店内を取り入れてみましょう。店内は
の前が四天ルームだと思いますね。さっき火の鳥に乗った時では2時間ぐらい乗ったんですけど、ここで最初の所要時間2時間結構長いですよね。大阪に乗ってすぐ名古屋に出て、そっからこの電車に乗り換えたということで、5分の乗り換えですよ。やっぱりきついでもこのためにこの電車に乗るということはいいかもしれないですね。こちらは1号車側の何が違うというか、男性用トイレはこちらにはついていないんですね。だからこっちには洗面台があって、なんと専用のトイレがあるということですね。出入り口側の部屋があるということですね。3番系の喫煙室はこんな感じになっておりますね。なんで、だからだけせっかくなので誰も飲ませてるので、こんな感じになっております。だいたい3人か4人ぐらいは入るぐらいのサイズですかね。コロナウイルスとかで対策するときは2人ぐらいがいいかもしれませんね。そもそもこのピスタ EX っていうのは喫煙室はなかったんですね。なので喫煙室を改造したサイズということで、座席数はちょっと減っているっていう感じですね。1号車側の座席はこんな感じになっております。以上ですが、せっかくなので2号車も見ていきましょう。2号車の通常側はこんな感じになっております。所要時間が長すぎるということで、今回改めてこの電車に乗っている電車の時間を見ていきましょう。今回僕が乗っているのが13時10分発の名古屋発賢島駅特急ですね。今走っているということは、今は、白子筒井駅までの間ですね。次止まるのが、13時59分ということで、1分停車して、そこから伊勢、中川、松坂、伊勢市、内山田、伊勢津川に止まって、鳥羽ですね。鳥羽で大阪、上本町方面から来る電車と、接続待ちを待って発車するということで、この駅で4分停車して、そこから千葉磯部、湯形終点の賢島ということで、所要時間的にも2時間7分ということなんですね。いかにも2時間くらいかかるということで、名阪特急でもほぼ同じ時間帯という気がしますけど、じゃあこんな感じになっております。名古屋から出てだいたい1時間40分、
鳥羽駅に着きました。でこの駅で大阪上本町方面から来る鳥羽止まりの電車と待ち合わせするので4分ほど止まります。そもそも2階建てのビスタカーの V のお家が待っているところもビスタカーの証になっておりますね。金色のゴミが特徴的です。終点の賢島に到着しました。名古屋を出てだいたい2時間7分ということで、高特急の名阪特急とほぼ同じような所要時間でしたよね。長い旅でしたけども、まあ、中間車のダブルデッカー車も結構、車窓的には楽しい車があるということで、ぜひこのビスタ EX ぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画終わる前に、こちらですね、止まっているのは島風なんですね。次回この動画ではこの島風に乗っていく動画をお送りしていただきたいと思います。ではこの動画以上で終わりたいと思います。もしよろしければチャンネル登録お願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。